どうも、セイディーです。KOF98、アルティメットマッチオンライン、実況ありましょう。さあ、頂上決戦は選択チャレンジいきます。エーメヒルデさん、先制を取りましたね。キング、センチャレですわ。もう選択が弱すぎる。これはひどい。リン、まあでも LR か。LR ならあんま関係ないですね。バース、オロシェル渡してます。オロシェルとオロクリっすね。こっちなんやろね。ベニーマルね、やめよう。もう一回行こうじゃ。バース、ベニーマルじゃ。まあ多分勝てないですね、オロクリには。オロクリといえば新キャラオロクリが来るんですけど、来週確定してますね、オロクリが。どんな感じになるのか。この頂上がアップされる頃には、もう出てるかもしれない。先生取りましたね。最終量か。これ量にしておこうかな。SR モードやったら量必要なんでね。防御としては。お、その可能性ある。クラウザーと。あ、UR ね。まあ、UR モードでもいいですけどね。リン取って。クラーク、ハオマル、ネームレス。うん。クラウザーいいね。ケンスか。これ、クラウザーとリン。で、そやな。まあ、こんな感じかな。スキル。なんでー？あ、でも、ブライアン対か。スキル欲しいな、でも。お、クリティカル強えな、ケンス。ここ、ハオマルやめてくれ、1ターン目。勘弁して、1ターン目は。肉まん食べさせて。やめて、ハオマル。旋風烈弾。はいー。出るんよね。じゃあ、クラウザー出てよ。よーし、そうやね。そりゃそうよ。それ対等に行かないとね。うん、怒りダウン同士。で、ケンスやられますね。お、このまま来た。なるほど。このまま来ると、ハオマル叩けるチャンスですけどね。ここはラルフでいいかな。で、リンのスキル出てほしいところ。あー、マジかいな、もうこれはあかんて。なんか出ろよ、ほんまに。ほんまになんか出ろよって感じだね。まあ、クラウザーかリンかね。全く出ないのは、ちょっとしんどいわ。リンが一発でも出てくれたらね、てかリンがスギル出なかったらリン強みないからね。毒が強いんですけど。毒出なかったっすね。ハオマルゲージ溜まってる。で、最終出してきた。おぶつなぎは使う。なんでやねん、マジで。おかしくないか、これ。おかしくないか、二体目前は。マジか。笑うしかないな、これ。ちょっと待ってな。量前にしよう。で、こんな時にスキル出るからね。どうしようかな。ブライアン調整できるかな。調整しましょうか。調整しよう。多分調整できそうですね。うん。で、ハオマルがスキル出ちゃうとラルフ倒すんで、まあ、チズルが打てばラルフ倒れますけど、使うかわからないからね。ここ。使うか。よし。さっきの感じやと沈黙するかな思ったけど。なんでもう旋風めめ、もうほんまに。旋風出すぎ。ここをリン一体前にしようかな。で、そうね、一体前にしよう。で、二体出しでいくか。ここはスキル頼む。クラウザー。よし。ナイスやな。で、ここハオマル、ここやめてほしい、マジで。ここだけでいい、もう。今までのこと帳消しにするから。ここだけ。やめろ！ハオマル！なんでやねん、もう、マジで。ほんまになんでかな、これ。ここ、今のスキル出てなかったら多分全滅取れたんすよね。ああ、どうしよう。うわぁ、どうしよう、これ。ほんまにね、アテナ。ヘビーディ。まあ、行くか。まあ、スキルはいい感じですけどね。クラウザー。いや、むずいなぁ。まあ、こう行くしかないから行こうか。行くしかないね。まあ、とりあえずこれ、ブライアン倒して、アテナ使って、まあ、それでも無理やなぁ。全然無理。まあ、ハオマルは倒せそうっすね。まあ、倒します、ハオマルは。倒せるね。リンが打てたら完全に全滅取れたんですけどね。さあ来ましたよ。全部来た。リングを、体勢入ってるけど、あんま嬉しないですね。
リン。うん、千鶴。千鶴またたまるんや。八乙女。そうね、ヘビーディーは防御力なさすぎる。てかこれ全滅やな、こっちが。いやー、マジかー。ハオマルにやられたっすね。ハオマルの旋風が出すぎ、マジで。1回ぐらい出なかったことあったんかな。1回ぐらいあったか。タイミングがでも噛み合わなかったっすね。じゃあもう一回行きましょうか。選択チャレンジ。最初、あれ？最初多分 LR 出てやめましたよね。ってことはこれが、最後。最後というか、これがもしやめるような戦いやったら、どうしようかなっていう感じか。いより。さあ、先生は取りました。深夜さんね。お、これは最高 UR。UR、巻き来たチートキャラ。いらんねんけどな。クリザリッド渡してます。クリザリッド覚醒レオナ。巻きいらんねんけどな、マジで。まあ、巻き、でも出たら取るしかないもんな、こっちも。うん、内心いらないんですけど。いらんというかね、おもんないよね、巻きの戦いって。まあ、やっててなんなんですけど。面白くないから、シンゴだけスキルでないやん。うん。さあ、ラルフは使ってくる。ラルフ、ユリに大ダメージですね。7割ぐらい減る。6割ぐらいか。まあ、ユリはやられる。おっと、ラモンが、巻きに飛んできたから、次でゲージ溜まります。で、これ、ラルフ下げてくれた方がいいけど、うん、そうそう。だったら全滅を狙いやすい。このままいきます。まあ、このままいかんでもいいんですけどね。どうしようかな。マイとか使っても良さそうやな。マイ使って、いや、まだか。まだやな。ここはシンゴ使う。で、ここは叩く。ちょっと軽めに叩こう。次、ラモンのまま来られてもいいように、軽めに叩いた。ラルフ前か。お、ラルフ前にして回復するなら、調整できそうですね。で、このままいきます。うん、全然このままいこう。ラモン使ってマッチは、そうね。まあ、こういっとくか。こういっとこう。で、ここは、調整。うん、マッチは使ってきたら、マキに飛ぶね。そうそう。まあ、これは別にどっちでもいい。あ、ラモン使うんや。ラモン使うんやね。倒すんかな。あ、そう。そういう感じか。そしたら、まあ、こっちゲニがおるからね。このまま行ってもいい感じやな。ゲニがおるから。状態上持ちはいないということは、ゲニ出そうもすでに。で、こういきます。うん。そうね。これで、多分全滅取れますね、もう。多分全滅取れる。うん。ここでマキがやられても、あ、マキ倒さないんや。どっちにしてもいけるか。桃子、いより、いけますね、これは。マキから。まあ、マキを使った強引なゲームですけどね。桃子。で、ゲニよりね。まあ、マキがいたらこういうことになるからね。まあ、でもマキやられてないから、そこまでこう無理やり使ったわけじゃないけど。まあ、それでもマキが十分、強かったですね。ってことで、今回こんな感じで終わります。ご視聴ありがとうございました。